おはようございます。釣り子 TV です。一袋ですね、気になっていたワームを買ってきてみました。ハイドアップのスタッガーワイドホグ 2.7 インチということで、カラーはねブラックソリッドを買ってきてみたんですけども、キーポンで価格は850円。ねえ、あのスタッガーシリーズねのワイドですよね。ちょっとギルを模したというか、この平たいボディにで、シングルテールダブルテールとあるんですけども、そこにホグ形状のお尻、こういったワームが新しく出たっていうことでね、これフィッシングショーからもねずっと気になっていたんですけど、いよいよあの店頭に並び出していたので一袋買ってきてみました。じゃあ早速ね開けていきたいと思います。まあ、この青色のパッケージなんでね、あの釣り具屋さんで見たらすぐあって感じで見つけられると思うんですけども、はい、おお、これちっちゃいけど結構こだわりのパーツで構成されてるみたいですね。まあ、この上のところはねスタッガーワイドでおなじみのあの釣れる形ね、結構こうエッジがきっと立っていてね、で結構張りのあるこうだれるような感じじゃなくて、パンと張りのあるボディの硬さですよ。で注目したいのが、ブログとかでもいろいろ読んできたんですけども2点、まずねこの真ん中に黄色背骨ね、ここがちょっとこう少し厚くなって真ん中がこうもっこりしてんの分かりますかね。ここに背骨があることによって張り持ちが良くなってるんじゃないかっていうところね。こんな感じで真ん中にこのちょっと丈夫なデザインが一つ追加されているのと、あとねこの手が、あ、裏から見るとこれは映りづらいかな。ここねエアホールがあるんですよ。エアホール、空気をキープする穴がこの2つの手に、1、2、この2つの手にねエアホールがあることによって空気を持ってる。だから姿勢的にちょっとこう場合によっては立ってくれるってことになるんだと思うんですけども、それとこのカーリーテールね、これが対になってあって、これがピラピラ動くよってところと、この手が小さいながら細かいんですけどね、ほんとエアホールがあることによって上を向くというところと、あとはピリピリ動いてくれそうなね、この3つの足が左右についている。結構ねこの後ろのところ小さいながらものすごい作り込みですね。これでね色はね結構選べたんですけども、まあまあ困った時は、あとは濁った時とかによく効くであろうっていうね、黒色買ってきてました。こういうのまあどういう時に使うかなって、普段も使うは使うと思うんですけども、この 2.7 インチっていう小型のシルエットとこの寄せるパーツが組み合わさってるってことで、雨がザーッと降ってあの急な濁りが入っちゃった時、そんな時のまあ亀山ダムとかあの房総リザーバーのダムで濁った時に直リグとかにつけてカバーにねトゥルン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 ってね、打ち込んでいこうかな、そんな使い方がパッとねひらめいたんで、そういった濁った時に使うってなるとシルエットのはっきりくっきり出る黒色がいいんじゃないかなね。あとはまあこの 2.7 インチっていうサイズ感なんで、もしかしたらね、冬のディープのダウンショットなんかでも、使うことになるかもしれないなって、そういう深いところを狙う時もやっぱりこういった黒色のくっきりはっきりシルエットがね、亀山ダムなんか特に黒色のレッグワームなんか効きますけども、そんな感じで真っ黒いいんじゃないかなと思って買ってきていました。案外ねソリッドブラックってラインナップ少ないんですよね。いろんなルアーとかワームとかありますけどね、このブラックにブルーフレークが入っていたりレッドフレークが入っていたり、大概ねただのソリッドブラックじゃなくてこう
フレークが入っていたりちょっとしたトッピングがあるんですけども、シンプルにねこのスタッガーワイドホグ 2.7 インチにはブラックソリッド109っていうカラーがラインナップされていたんで早速買ってきてみました。針はどうですかね。これは平たいからワイドゲームのインフィニシリーズとかの小さい番手とかね、あとインフィニホビットなんかもちょっとスピニングで使うときはいいかもしれないんですけども、ちょっと懐が広めの針に合わせて、でまあ直リグとか、あとね書いてあったのがフリーリグね、フリーリグこう針があってナス型重りみたいなこう誘導式の重りをつけて重りが先行してスーッて入っていってそれに追従してふわ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 ついていく、そんな使い方でよく効くよなんていう風に書いてあったんで、それとあとはですね、これは多分キャロライナの具にもいいんじゃないかななんて思って、想定しているのはそういったカバーに入れる釣りと、あとはキャロライナの具、あとはねそこまでカバーがきつくない薄ゴミを、薄ゴミのちょっと裏で誘いたい時なんかは 3.5g とかのスボラバーにトレーラーとしてつけてね、ちょっとしたギルシルエットもありつつ、かといってまあちょっとエビっぽい演出もできつつってね、なんかいいところ取りな誘いができそうなんで、そういった釣りで使ってみようかなと思って買ってきてみました。で1袋ね850円で何個入ってるかな、全部出してみると、3、4、5、6、6匹入ってます。でまあね結構ねどうだろう、餌持ちはこの背骨がついたことによって今までのね小さい、スタッカーワイドシリーズより良くなるのかな。まあちょっとで、ね、現場の方でね実調で使ってみて餌持ちの具合なんかも報告していければななんていう風に思うんですけども、本日はですねこんな感じでちょっと気になっていたルアー一つ買ってきてみましたよ。ハイドアップのですねスタッカーワイドホグの 2.7 インチね、これが人気出ればねさらにサイズ展開なんかもしてくれそうですからね、これのちょっと大ぶりな4インチサイズとかね 3.5 インチとかね、そういったサイズなんかも出てきたら結構楽しみになってくるんじゃないかなということで、結構ねハイドアップさんいろんなサイズ展開すぐねバッと出してくれるんで、まずはね 2.7 インチからスタートってことになるかと思うんですけども、この青いパッケージが目印です。実際釣れたらねあれでワイドホグで釣れたよなんて動画いっぱい作っていければななんて思いますんで、引き続きよろしくお願いいたします。というわけで本日の釣り子 TV はハイドアップのスタッカーワイドホグ 2.7 インチブラックソリッド、これを買ってきてみたよ、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。